はい、お待たせしました。キャスラボオンライン始めていきたいと思います。はい、この後ゲストが登場しますが、YouTube で見てる方はチャット欄にね、コメントをたくさん書き込んでください。はい、チャットボタンを押すとね出てきますんで、コメントを書き残していってください。はい、ということで、じゃあこれからねこちらの素晴らしいアーティストさん今待機していただいてます。呪文を唱えると出てきます。呪文を唱えると出てきます。皆さんの温かい、パチパチとかとね、相まって出てくると思うんです。はい、大丈夫でしょうか。もういけますか。あ、いけますか。はい、では呪文の方お願いします。どうぞ。キャスラボオンライン、ピッピです。はい、ピッピさんいらっしゃいませ。はい、ちょっと反応が悪かったので僕から始めちゃいましたけども、キャスラボオンラインピッピということでね呪文になってます。はい、ということで、そうなんですよ。はい、ちょっと打ち合わせできてませんか。はい、はい、いらっしゃいませ。お久しぶりですね。お久しぶりです。はい、もう一度お名前を。ピッピと申します。はい、ピッピさん。はい、そしてピッピさんね、あの前回から結構時間経つんですけれども、はい、アーティストたちもなんか素敵なものになったみたいで。そうですね、素敵なものを、はい、撮っていただきましたね。すごいですね、目が光ってますよ。そうですね、はい、ビームがしちゃってます、ね、ビームがすごいよね。ピッピっていう感じ擬音がピッピって感じですか、これは。そうですね、ピッピッピって感じで。いいんですか、ピッピッピで。あ、大丈夫です。なるほど、はい、ピッピさん、はい、はい、じゃあ簡単に自己紹介お願いします。はい、千葉県出身、20歳の一応シンガーソングライターをやらせていただいてます、ピッピです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということですね、今日はピッピさん久しぶりの登場ということで、単独収録でもあります。はい、はい、なのでね、はい、今日はどんなものを見せていただけるのか、そして、はい、キュレーションでは何をするのか楽しみにしていきたいと思います。ではピッピさん、久しぶりなんですけども、なんかあれ雰囲気変わりましたね。本当に久しぶりですね。そうですか、まあ、模様替え終わりました。てか以前がの、あ、模様替えはもうめちゃめちゃ終わりました。そうですね、そっか、その時か、うん、だって10月とか9月か10月でしたよね。はい、使用前使用後の、はい、使用後が全然出てこなかったですけどね。それはおい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 だから、おいおい、まだまだなんか背景変わりました。背景、あ、でも今こうなんか、あ、なんか物があるね、模様が、白背景、白背景って感じ、わかります。白、全体的にちょっと白を基調にしてるんで、全体的になんか物は見えますよ。あ、そうですね、うん、え、背景白くないですか。なんか模様替えしてるときはなんか背景が真っ白な感じで。あ、でもそれは壁が、うん、そうそう、物とか壁、これとか、これ、これベッドなんですけど、はい、それ真っ白です。なるほど、まあちょっと、うん、これピンクか、よくわからないっちゃわかんないですけどもね。なんで、はい、前との違いがわからないっていうね、本人はわかるけど、ね、前はもっとあのごちゃごちゃ、まあ、ごちゃごちゃ見せれる範囲があれなんで。じゃあちょっとすっきりした感じ、物が、そうですね、はい、広々とした。まあ、友達この前家に来たんですけど、はい、久々に、多分最後に来たの本当に中学生の頃とかそのぐらいだった友達が、中学生ピッピ、中学生ピッピから私たちのピッピのお部屋に来て、はい、もう、え、広みたいな感じで、こんな感じだったっけっていう感じで驚いてたんで。昔がひどすぎたって話ですか、それ。別にひどくないですよ。普通ですよ。普通？普通ですけど、はい、物をやっぱ断捨離して、大きいもの、やっぱ学習机はでかいですよね。ああ、そうですね。学生の間はやっぱ、学習机があるから、うん、それが結構邪魔だったんで。そうですよね。そこの収納なくなった分、はい、物も捨てたし、みたいな感じで。なるほど。じゃあ、すっきりして。なかなか、はい、居心地がいい場所になりました、ね。イメチェンもできたと、部屋の。そうですね。はい、なるほど。エアコンはどうなったの？エアコンは、
中ですよ。あれ、その時ってエアコンついてなかったですっけ？なんかエアコン、弟の部屋にエアコンあるみたいな。お兄ちゃんか。お兄ちゃんの部屋にエアコンがあって。それ多分1年前くらいですよ。そっから何？エアコンは解決して、もうエアコンつけて多分、はい、1年以上経ってるんで。なるほど。じゃあ、ね、2段階進化ぐらいした感じで。そうですね。だから、去年、おととしの夏とかは、はい、お兄ちゃんの部屋で、あの、クーラーで秘書してたんですよね。そうですよ。お兄ちゃんの部屋で寝てるみたいなこと言ってましたもんね。そうです、そうです。ね。そんな感じですね。そして、模様替えもして。もう、なるほど、完璧ですね。そして、イメチェンというと、なんか、髪型もなんかイメチェンしてません？それ。髪、そうですね。最近、ちょっとウルフっぽくしてます。あ、そうなんですね。ウルフっぽく。最近あの成人式が無事に終わりましたので。あ、おめでとうございます。私事ですが、はい、酒が飲めるって感じで。あ、もう酒、まあでも誕生日4月だったんで、もう、ああそうか、あれですけどね、もう十分飲める感じで、ね、もう21になっちゃいますもんね。大変なことに。あ、そうですね。もう今年で21ということで、はい、早いもんですね。ピッピさんね、あんなに小さかったのにね。本当ですね。もうこんなだったのに。あらら、そんなに小さくはなかったですけどね。はい。大丈夫ですか？もう縦には大きくならないかもしれないんで、あと横に大きくならないように気をつけてくださいね。いや、本当ですよね。うん、かなりそれリアルな話なんで、ちょっと。リアルな話？ちょっとやばかった？そこ触れちゃいけなかった感じですか？そうですね。まあ、ノーコメントってことで。ノーコメント。はい。ということで、模様替えと、イメチェン、部屋と、本人のイメージチェンジも済んだピッピさん、はい、ということですね。なんか衣装もなんか以前となんか雰囲気変わったような気がしますけど。あ、今日のテーマとか、これはちなみに、はい、まあ伏線になりますが、あれです、なるほど、ミュージックビデオで使用していた、ミュージックビデオ一緒になりますが、ミュージックビデオがなんかあるんですか？あるらしいですよ。あ、そうなんですか。ミュージックビデオ、聞いた話によると何のことだろうって感じですけどもね。噂で聞いたので、まあ、もう言っちゃいましたね。はい、覚えておいてください。せっかく皆さんに、ね、内緒にしたこと思ったんだけど、はい、まあ、それと関連してるということでよろしいんですね。そうですね。なるほど、かもしれないですね。じゃあキュレーションの時に全部答え合わせができるということで。そういうことですね。はい、わかりました。はい。はい。ということですね。まあ皆さんもね、キュレーションまでちょっとね、結構長時間なんですけれども、最後までゆっくり楽しんでいっていただけたらありがたいです。お願いします。はい。では、ピッピさん、この後は早速、ピッピさんのステージアクトを皆さんに堪能していただくという、そういうコーナーになるんですが、今日はどんな楽曲、今日は、攻めたいという感じですか？ちょっとカバー曲を多くしております、はい、はいはいはい、ちょっとオリジナルも歌いたいなとは思ったんですけど、はい、前回があのオリジナル多分全部歌わせてもらったので。あ、そうですね、うん、はい、はい、今回結構ちょっと人前で歌うのも久しぶりなので。はい、まあ、久しぶりですか。少し、うん、そうですね、うん、ライブもやってないので。え、その11月30日以来。そう、その後一回あったかな。でも結構、今年は初やってないですよね。あ、なるほど。じゃあ今年はやってないです。今年初、今年初人前で歌う記念日ですね。初記念日、初歌いですね。初歌い2022年。はい、わかりました。めっちゃ楽しみですね。はい、はい、ということで、じゃあ皆さんも初ですね。初物。なんだっけ、初物。初物ははって言いますよね。なんだっけ、恵方巻きのなんかあるんだよね。恵方巻きってでもなんか西の文化なんでさ、僕、あ、なんか、うん、北の方を全然、そっか、初めて、最近、そうですよね。最近知ったって感じで。で、何そのなんか、インチキ臭 い、 い。存在自体。うん、存在自体が。知らなかったんですね。もう、そう。あ、そうなんですね。そんなもん、だって豆巻いたら豆巻く日じゃんっていう。何そんな。それ以外になんかさ、あのこの2頭追うもの1頭も追えずみたいな感じで。
ね、やっぱり豆に豆まくのに集中して、やっぱりこう服をゲットする方に集中していかないとっていう、そういう気持ちでしかないですけどね。さらにこうなんか、あわよくば願い事叶えようみたいな感じですもんね、ね、食べて、うん、まあそんな感じ、それはどうでもいいんですけれども、皆さん西の人ってやっぱり大巻きってあれ普通なのかな、なんか違和感しかないんだよね、やっぱり関西出身の方、子供の頃から馴染んでないとやっぱり急に言われてもやっぱ馴染めないよね。確かに、ね、私は山巻き食べた、私も全然食べました、逆に、あ、食べました食べました、うん、うちなんだかんだ毎年ちゃんと食べて、そうなんだ、あの黙って食べて、どんな恵方巻き、なんかうちはいろんな種類の恵方巻きを、なんか桃とか入ってるじゃないですか、親が買ってきてとりあえずそんなことありますかね、まあデザート、デザートでありますね、虎柄のロールケーキとか食べます。あー、デザートっていうか、はい、ロールケーキ売ってるよね、恵方巻きにあやかった、ロールケーキもうなんか、はい、鬼の模様、うん、鬼の顔ちょっとイラストつけてみたいな感じで、そうですね、やってるんで、まあ、最初の1個はこう黙ってちゃんと食べて、あ、そういうことなんですか、そこからも好きな、へ、もう海鮮とかなんか肉入ってるのとか、なるほど、好きなの食べるっていう感じがうちの我が家の、はい、なんかどうもね、でもスーパー業界の陰謀みたいな感じでね、うん、確かに、まあ、はい、結構いいお値段しますしね、なんか豪華海鮮巻きとか言って、ね、うん、まあ、僕は豆巻きましたよ、今年は、はい、恵方巻きちゃんと年も数も食べました。あ、そういう言い伝えもあるんですか？あ、あ、それもないんですか、うん？それもじゃあ関西の方からなんですかね。いや、年の数はそっかあるね、なんかあるね。年の数が、うん、なんかプラス1個数え年で食べるっていうのありますよね。え、プラス1個？へえ、あ、プラス1個みたいな。はい、なるほど、詳しいですね、意外とそういう古風なものに、まあまあそうですね、はい、毎年やってるんでなるほど、なんだかんだちゃんと、まあ、あとあの仕事であれなのもありますね、職場で、仕事場でそういうイベントごとでやって、ちゃんとこう説明したりとかする、なるほど、ね、それきっかけになんか自分でも調べてみたりとかあるんで、うん、なるほど、そうですか、そうですね、まあ、ちょっと知識増えたかも、そうですね、キャスルズでは結構あのクリスマスとかお正月とかのイベントはね、あの年賀状をプレゼントしたり、クリスマスプレゼントプレゼントしたりとか、なんかそういう企画はあるんだけども、節分はやったこと、豆まき、ライブ会場で豆まいたことないですよね。あ、でもなんかあれですね、こうなんかこのくらいの小袋の何個かの豆あるじゃないですか、はい、それお客さんに投げたりとかってしたらいいかも、なんかそういうイベントありますよね、神社とかってありますね、自分のそれ、そういうのやったら、なるほど、ライブ感ありますね、楽しそう、なるほど、豆巻いたことあるかな、でもわからないですね、ちょっと、はい、あの、まあなんか機会があったらやってみたいですね、皆さん集まれるようになったら、ね、はい、本当ですね、ということでちょっと長くなりましたけれども、ではこの後、はい、ステージアクト始まりますので、はい、皆さんそのままちょっとだけ待機しててください、はい、よろしくお願いします、はい、ではまた呼びますので準備お願いします、はい、後ほどよろしくお願いします、じゃあ準備できたようなんで、もう一回ピッピさん呼んでみましょうか、じゃあ皆さんもね一斉にあの拍手とかもね、ぜひお願いしますね。ピピさん。はい。はい。じゃあ、ここから25分ステージなので、まあ、霧のいい、今日はソロなんでね、霧のいい時間までで大丈夫です。はい。大丈夫かな、接続。よろしくお願いします。あ、大丈夫そうですか？大丈夫ですかね。はい。では、行きましょう。来てます。ピピさんのステージです。よろしくお願いします。はい。お願いします。ちょっとチューニングだけさせてもらいます。あ、ピック来ました、いらっしゃい、こんばんは、拍手ありがとうございます、タンタンもありがとう、いやお久しぶりですね、皆さん明けましておめでとうございますになるので今年もどうぞピッピをよろしくお願いします。はい、早速1曲目歌いたいと思います。今日はカバーを歌わせていただきます、私の大好きなアーティストさんの曲です。
りさんで風船歌います。風船でした。はい、ちょっとお水を飲みます。感動する、ありがとう。あ、9名の方ありがとうございます。よかったらコメントしてください。久しぶりに歌うんです。ちょっとギター紹介に入りたいと思うんですけど、見てください。本当にこれを自慢したかった。ちょっと、雰囲気、モデルチェンジして、うちのジェム君が、こんな感じになったんです。前回のギター、この、アーシャーに映ってる、見えるかな？見えるかわかんないけど、前までちょっとここトランプの柄だったんですけど、まあ結構長く、結構気に入って使ってたんで、お疲れ様っていうことで、
ここもちょっと青を基調にして、ちょっと綺麗めな感じで統一してみました。ごめんなさいね。はい、こんな感じで、ちょっと新生ジェムくん、この子ジェムって言うんですけど、になったのでよろしくお願いします。あとちょっとカポもね、新しいのをね、手に入れたんだ。これね、ここにピックさせるんですよ。ピックホルダーが欲しくて、こう、ね、指引きとピック使うときにいいなと思って買ってみました。はい。描かない絵わかる？そう、なんかちょっと絵も見せますね。はい。そう、ストラップ、もうなんかすごい色見せちゃうんだけど、ストラップもね、ちょっとこういう青の、こういうのが、前からこれはあったんだけど、なんかね、雰囲気が合わなかったから、あんま使ってなかったんだけど、いい感じになったと思います。今日は、さゆりちゃんの曲をね、歌いたいと思って。今ね、さゆりちゃんはツアーをやっていて、私も東京行ったんですけど、めっちゃ良かったから、歌いたいと思って。この、私の周りの方は、さゆりちゃんファンの方が多いので、歌いたいと思いました。次の曲は、アノニマスという曲です。これ多分、あんま歌ったことないかな。カバーで、あれは。めっちゃ好きなので、聴いてください。太陽が街に昇り立った。赤く揺れる世界がとても綺麗だった。生きた人々の散々ね聞こえが、
ツアーをしてるんですよね。ちょっとここで一ファンとして話しますが、あとそうだ、弦もね張り替えたんだ。弦張り替えたてだからすごいねいい音するんですよ。使ってた弦をね戻しちゃっていうか、久しぶりに使う弦なんですけど、なんかあやっぱ違うなと思って、めっちゃいいなって思ってます。2曲、さゆりちゃんの曲を歌わせてもらいましたので。あ、11名、12名来てくれてる、嬉しい。久々だからさ、本当にね、嬉しいの。なんかね、やっぱりね、人に歌を聴かせるとね、幸せ感じます。ね、なんか全然、更新頻度とか、マジで悪いから、すごく申し訳ないんですけど、結構歌いたい欲はすごくあるので、またちょっと個人アカウントの方でもキャスはしたいんですけど、まあよかったらこのピッピーのコメントシートこう、ちょっと待ってね、文字言ってると黙っちゃう。歌いました、歌いましたって変だね。先にあげるべきでした、これは。まあまあまあ。なんだっけ？何の話をしたっけ？あ、そう。このね、この、ピピメールバーっていうやつがあるので、これ、よかったらフォローしてください。ツイッターとかで。リクエストとかめっちゃ受け付けてるんで、知らない曲でも、興味が湧いたら、聞いてあげるんで。知らない曲とか。逆に、ちょっとなんか、こう、新開拓っていうことで、知りたくなるので、ぜひ、行ってください。久しぶりに。しようかな、これね。ああ、それでは次はオリジナル曲を歌いたいと思います。なんかあれだね、今日めっちゃ寒かったですよね。ちょっと私は今日夜勤明けだったんで、さっきまで寝てたんですけど。もうね、帰る、朝すごい寒くて、しかもマフラーちょっと昨日忘れちゃって、本当に寒かったんですよね。雪降るかな？立春が、節分が終わったから、立春が過ぎたね。暦の上ではもう春です。春をイメージした優しい曲を歌いたいと思います。ローズクォーツダンス聴いてください。
ふわと飛び回って柔らかな光よ。誰もがあなたのことを手放さないように、美しいそうつぶやく、不敵に笑が食べる。ごまとった花につく花の香りは思い出と未来、私に教えるの、どこから来たの、どこへ行くの、どこさ、目の前のすべてがキラキラと輝いて吸い込まれてしまうように、どうしようもなく見せられて花びらが舞う。さよなら、そう言って、全てを飲み込む前に私を連れて行って、後には引けないのよと、その手を引いたの。誰もがピンクのオーラに包まれてしまえば、時間さえ忘れ、もう止まらない光を待とうもた、スタートをなびかせて、ロード鉱物ダンスでした。ありがとう。めっちゃカメラ揺れたよね、きっとね。すごい揺れてさ、机に置いてんだけどさ、めっちゃ揺れてる、地震とか思いながら後半映ってたら自分の振動でした。やばいね。歌っててね、何か話そうって思ったことがあったんだけど忘れちゃった。いやー、いいね。なんかそう、今年まだ初ライブはやってないんですけど、
いろいろお誘いいただいたりはしてるんですけど。失礼しました。こういうことがね、あの放送だとあるんです。収録だと、これ、カットされるんですけど、こういうこともあったりするからね。失礼しました。あ、レッサン、こんばんは。今の曲、すごいね。ありがたい。嬉しい。なんか、透明感綺麗な曲、ありがとうございます。ローズクォーツダンスという曲で、YouTube にもね、いつか上げているので、よかったら聴いてください。嬉しい。そう、なんかちょっと最近、新曲更新もしてないんですけど、あのね、最近ちょっといい感じの曲が、ほぼできてるので まあ今月中、近日中に、あげられたらなぁと思いますので、よかったら聞いてください。はい。なんか結構、あるんですけどね、いろんな出したい曲。なんか全部中途半端で。いやー、早い。なんかほんとさっき話したんですけど、ちょっと私、もう、この1月に成人を迎えまして、成人式をやってきたんですけど、誕生日がもう4月なので、21になっちゃうんですよね。20歳何したかなって考えて、でもライブは結構できたかなって思います。12月、1月はまぁちょっとできてないんですけど、結構それまでの間は、月1、月2、ぐらいとか、まぁ、ちょっと、離れて、あ、お茶ありがとうございます。自分に生歌聞きになりました。嬉しい。やってたんですけど、もう本当に、去年、19の年は、あんまりなんかできなかった。仕事を始めたでっていうのもあったりして、あんまちょっと自分に余裕がなくて、だったんですけど、まあこういう風にキャスラボの配信をさせてもらったりとかして、二十歳になって、10代最後のライブをメロディア東京さん、っていうところでやらせていただいて、で、二十歳になってからも、二十歳最初のライブですって言って、歌わせてもらって、結構お世話になってるんですけど、自分の中ではオリジナル曲をたくさん歌えるようになったりとか、こう、なんだろう。やっぱ、いろんな人の曲をライブに行くと、いろんな刺激があって、こう自分とはタイプが違う歌とか、なんか本当に、ああ、なんかいい曲だなって思うことがあって、ね、世の中はもう本当に音楽で溢れていると思うので、なんかちょっとポエマーみたいになっちゃったんですけど、これからも、私は変わらず音楽を続けていきたいと思っていますので、まあちょっと細々と、やってますけど、よろしくお願いします。はい。じゃあ、早いもので、次の曲でラストにしたいと思います。ちょっと足が痺れてまーす。成人おめでとう。ありがとうございます。これさ、あ、いいですね。え、嬉しい。歌います。もうね、大好きな人に、リクエストされたらすぐ答えちゃうんで、歌います。ありがとうございます。で、コメントとか、リクエストとか、めっちゃしてください。Twitter、YouTube。なんかね、一応 TikTok やってるんですけど、TikTok って、大変だよね。私 TikToker にはなれないかもしれないから、ちょっと誰か、プロデュースしてくれないかなって最近思ってます。プロデューサー募集中。はい。TikTok やってます。そう、なんか多分、Twitter とかで、公開してない。公開っていうかなんだろう。こう、リンク送ったりとかしてないんで、なんか、誰かの目に流れてきたら面白いなぐらいの感覚でやってるんで、じゃあ今度ちょっと、何か歌ったら、あげますね。TikTok って言っても本当に、Twitter とかこう YouTube に上げてるやつを、ちょっと編集して、載せてるレベルなんで、こうなんか、踊ったりとかはしてない。踊ろうかな。そうやってるんですよ、地味に。
やってるんで、まあ、ちょっとアドバイスください。そういうの上手な人いたら。やってみたい。ね。ということで、最後の曲、しののめという曲を歌いたいと思います。東の雲と書いてしののめです。大切な曲です。見てください。コメントしていいですか、音追。聞いてください。眠たい6時間目、窓の外に雨の匂いに一人佇む黒いカラスを見てたら、見とれていたら、いつの間にか鐘が鳴り、またあっという間の夕焼けが、今日の私もいつもと変わらず、ああ、なんと大変だな、一日だ。そこに留まるんだい、いつまで今を続けるんだい、何の目的もないんじゃさ、飛び立つ予定もないからさ、thank you.
とうございます。しのみさん大丈夫だったかな、なんか はい、ありがとうございました。はい、ピッピさんのステージアクトでした。お疲れ様でした。パチ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 、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、今日はなんかもういろいろとハプニング込みっていう感じで生収録って感じです ね、 ですね。臨場感あって、いやーこれですね。これありがとうございます。これが生放送です。これが生放送の良さですよ。そうですね、良い方に捉えましょうということで、インタビュートークをこのまま続けていきたいと思います。はい、はい、皆さんもね、たくさんパチパチお願いしますよ。 ありがとうございます。あ、ハスダも来てくれてるね。はい、じゃあインタビュートーク仕切り直していきたいと思います。いやー久しぶりですね、ピッピさんの生。はい、いやー、うん、楽しいですね。ねえ、生ピッピいいです。はい、聞いてくれる人がいるの、はい、そう、ハプニングという感じで、なんだろう、何が このなんかスマホのスタンドあるんですよ、ちょっと今スマホは倒れるし、地震は起きるし。地震起きてましたよね、やっぱり、うん、え、地震ありました、はい、本当にありましたね、うん、茨城かな、はい、あ、そして、何、今は手相占いしてるの。あ、そうです、そうです、はい、地震だったんだね。気づかなかった、本当に。うん、ちょっと歌いながら壁のものとか見て、え、揺れてる？ピピさんの、ピピさんの振動で揺れてるのかもしれないよね。はい。きっとちょっと私の感情で、ちょっとね、プレートを歪ませてしまったピピピピっとね。申し訳ございませんでした。うん、まあ、演奏で ね、あの、ライブハウスが揺れることたまにありますけどもね。そうですね。ベースとかキックの音でね。はい、そうじゃなくて本当に揺れてましたよ、はい、そして本当に揺れてましたね。イヤホンが落ちちゃいましたイヤホン落ちちゃう、なんかどうなってたのかわかんないんですけど、はい、片方ポロって落ちちゃって、はいはい、でどっちの方、マイクついてる方、いや、これわかんない、どっちにマイクついてるのかわかんないんですけど、でも途中でどっちも外して、はい、あの方がね、そうですね。繋がるのかが分かんなかった、うん。なんかね、やっぱり音がね、やっぱり、いつもの方が良かったですね、音は。あ、本当ですか、うん、最後ね、一瞬ね、その Wi-Fi、Wi-Fi っていうのは Bluetooth かな ?Bluetooth の接続が切れて、いつもの音になったんですけれども、また、なんだっけ、無線のね、音になってしまいました。やっぱり、あれですね、無線。でも、いつものだと、そうですね、何も繋いでないんで。そう、そっちの方が良かったかもしれませんよ、ピッピさん。あら、はい、いつもイヤホンしてたんですけど ね、まあでもなんかね、臨場感は伝わってきました。はい、素晴らしいパフォーマンスでした。はい、まあいろいろとハプニングもありつつ、でもね、これも、醍醐味ということで、皆さん楽しめたんじゃないでしょうかね。そして最後の曲、この曲がなんとね、なんとあれですよ、なんと発売中ということでね、ちょっとその告知をお願いします。そうなんですよね、はい、ドン出ます、出ました、はい、はい、こちらのこのピストリームさんからですね、キャスファイル8というコンピレーション CD アルバムが、はい、出ておりまして、ダウンロード販売されてます。はい、アーティストのオリジナル曲が入っております。私はこの東雲という曲を、はい、収録しております、はい、4番ですね、そうですね、スパイル8の4曲目に入っております。はい、そして、こちらもね、ダウンロード販売ピストアというところからダウンロード販売できますので、はい、はい、できますので、はいはい、皆さん、ね、私のツイッターとかから URL 飛べますので、よかったらチェックしてみてください。そうですね、はい、もう本当に素晴らしい楽曲なんで、ぜひ皆さん一人でも多くの人に聞いていただきたいなという、そんな感じですね。はい、キャスファイル8、はい、ピストアというところでネット検索していただければ、はい、見れると思います、はい、まあ、あとでちょっと、ね、コメント欄に投稿しておきますね。こっちか、うん、そっちですね、はい、
東雲、これ結構読めない人もね、いるかもしれませんけれどもね。そうですね、うん、初見でどうなんだろう。なんか前、まあ、でもあれですよね、地名、東京の地名。そう、東京の地名なんですよ。ライブをした時に言われたんです、お客さんで。あの、東雲に住んでる方がいて、たまたま。いましたか、ついに。住んでる方がいて、はい、で、ちょっとその聞いてライブ後に、東雲って、はい、あの、東京のみたいな。ちょっと私、東雲に住んでるんですけど、ってお話をもらって、あ、全然、あの、実際に、こう、関連してるわけではないんですけど、っていう話をして、まあ、ちょっとそれきっかけで、あの、聞いてくださったりとかしたので。まあ、そこであれだよね、あなたのために作ったんですよって言わないと。いや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 。そうすると、いろいろ、つじつま合わなくなってきちゃうじゃないですか。はい。まあ、あの、前回のキャスラボかな、東雲で降りたみたいなこと言ってませんでした？降りた？うん。ああ、駅？そう。はい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 。そう、東雲、通るんですよね。なんかどっか出かけた時に、たまに通るんですけど。はい、東京のね、人は分かってると思うんですが、はい、地下鉄の方にね、駅があって。はい、地下鉄かな？わかんないけど。はい。どうでした？東雲駅は。あ、あの、降りたって言っても、全然その街並みとかを見れたわけじゃないので。改札？あの、はい、あの、見ただけです。見た？ホームを見て、あ、ここが東雲だってなっただけです。ホームに降りただけ？用事があったんで。はい。またちょっと改めて聖地巡礼しましょう。ぜひ、東雲、はい、そうですよ。聖地巡礼。聖地巡礼ってでもいいですよね。聖地巡礼して。アニメとかよくあるじゃないですかね。はい、うん、聖地巡礼して、あの、YouTube にでも、そうですよ。聖地巡礼みたいな感じで上げてきます。はい、東雲で東雲を歌う TikToker とかね。ああ、ちょっとエモいですよね、それ。うん、いいですね。ぜひ皆さんからの東雲駅の映像とかも集めたら面白いかもしれないですね。うん、はい、なるほど。東雲、まあ、ピピさんのね、人生を変える一曲になったっていうのは間違いないですね、東雲ですね。はい、ということで皆さんもね、ぜひこちらチェックしていただけたらと思います。はい、皆さんもね、たくさんコメントとかたくさん入れていただいてるはずですね。はい、うん、強火のオタクが東雲行きましょう。はい、いいね、強こんな感じだ。強火オタク行くね。強火オタク、はい、自信ありました。生放送って感じで、いい、ね、はい、もう本当にね、はい、生々しい臨場感のあるコメントありがとうございます。そして YouTube でね、後日見てる方も本人降臨してる場合がありますので、ぜひチャット欄にコメントをどんどん書き込んでください。はい、よろしくお願いします。即レスが入ってくる可能性もありますんでね。はい、ね、はい、お話ししましょう。はい、ということで、ここまでで一旦仕切りたいと思います。ピッピさんのステージアクトでした。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ピッピでした。一旦切ります。はい、ピッピさん。はい、はい、じゃあここからキュレーション行ってみましょう。ごめんなさい、お待たせしました。はい、今日はキュレーション何をやりましょう。はい、キュレーションは、はい、ピッピと MV を見ようの回です。はい、キュレーションです。ピッピと MV を見ようの巻きですね。あ、そうだ、巻きにしたんだ、うん、全然ダメダメだですね。生放送ならではで、はい、巻きです。見ようの巻きです。はい、見ようの巻き、ピッピッピと MV を見ようの巻き、巻き、はいはい、はい、あ、ピッピ、ひらがなですね、ピッピ。もうそのポケモンになっちゃうんですよ。ピッと MV を見ようの巻きです。じゃじゃじゃんということで、はい、はい、MV ですね。はい、うん、なんか打ち合わせの時はなんかやばそうな単語つぶやいてましたけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですね。はい、ピッピと MV を見よう、何の MV を見るんでしょうか。先ほど歌わせていただきました、はい、はい、東雲の東雲ミュージックビデオを東雲で撮影されたついに完成しましたので、パチパチパチ、はい、一緒にちょっとね、一緒に見るという感じで、見ていきたいなっていう。わかりました。まあ、じゃあ、あの、宣伝を兼ねってことで、はい、じゃ特別にツイキャスではフルで流していって
流させていただくということになったので、後々 YouTube で見てる方はね、一番までしか見れないんですけどもね、はい、はい、ではピッピさん、まあ、ちょっと私の、はい、YouTube に飛んでもらって、はい、じゃあ簡単にどんな感じの MV かちょっと紹介した後でスタートしますんで、はい、振りお願いします。はい、この「シノノメ」という曲は私が学生の時に書いたあの詩が入っているので、まあ、ちょっとその学生の頃と音楽をやりたい自分の気持ちとかうまくいかない気持ちとか、まあ、そういうのを歌にしてっていうのがあるので、まあ、ちょっと懐かしい場所だったり、まあ、ちょっとエモーショナルな感じでミュージックビデオを作らせてもらったので、ぜひ見てください。はい、では皆さん見ましょう。ピッピと MV を見ようの巻です。お願いします。眠たい6時間目窓の外に雨の匂いに一人佇む黒いガラスを見てたら見とれていたら見ていただきました。ピッピさんのシノノメ MV でした。パチパチパチ MV でした。いやめっちゃ良くないですか。これ自画自賛したいんですけど自画自賛すごく綺麗に撮ってもらえたと思って、はい、本当景色あの夕日が本当にエモくてなるほど、すごいですね。まあでもなんかこんな感じになっております、はい、素晴らしい MV ということで、個人的にはなんかあれですね、暑いですね、このいた場所っていう。あ、そうですね、そうなんですよ。やっぱそれ大きいですよね。大きいですね。ちょっとここ使えなかったらどうしようかなって感じだったんですけど、やっぱりなんかいろんな候補あったんですね。あ、まあそうですね、その学校のまあ使用許可が下りるかどうかっていうあれだったんで、うん、結構もう、まあ、ほぼなんか無理かなっていう状況だったんですよ、はい、ただ校長先生が校長先生ちょっと校長先生は、はい、私がいた頃の方じゃなくなってて、はい、私のいた頃の校長先生だとちょっと私が
高校時代に演奏をしたりとか、文化祭で歌ったりしてたのをずっと見ていてくれて。そうですよね、前キャスラボでなんかやりましたもんね。そうです、そうです、うん、で最後にちょっと全校の前でなんか歌ってくれるみたいな感じでお話をいただいて、校長先生はすごいこうなんか応援してくれていてっていう経験があったので、あ、まあ、ちょっとしたら、はい、お礼を兼ねてとか思ってます。はい、何ですか。はい、今ちょうどキャストファイル8しのめが BGM で流れてきました。皆さんちょっとツイキャスで見てる方はちょっとねボリューム上げときますので。いいですね。あ、ツイッターフォローはできますか。はい、できます、できます。タイミングバッチリですね、本当にすごい。はい、まあ、ちょっとこれを BGM でトークしていきましょう。はい、はい、そしてどんどん MV の裏話とかどんどん、はい、はい、お願いします。いいですね。そう、そんな感じで、まあやっぱ学校で撮れたのは自分の中でもわこれいいなって感じで、しかも実際に使ってた教室なので、まあ、結構思い出に残る、やっぱ映像として残るし、そういう自分の中ではいいポイントになっております。はい、なるほど。はい、でまあ1番からこう2番にかけてこうイメージとしては歌詞的にも、まあ、最初はこう教室っていう、まあ、箱の中にいるんですけど、まあ、2番にかけてこう外に出てきてこういろんな景色とか夕日を見たりとかっていう、外に出てきたっていう感じがあって、でもやっぱり不安はこう拭えなかったりとかっていう自分の気持ちを表していたりします。で最後海なんですけど、はい、海風めっちゃ強くてなんか飛ばされてませんでした。なんかよろけてましたよ。いや超飛ばされましたよ、ね、あれ。しかもこうギターのこのボディの、うん、ここってこう前面に受けるじゃないですか、はいはい、それ風を、うん、もううわーみたいな感じでめちゃめちゃ押されて、でもその中でまあちょっと耐えながら、もうでもこう逆にこう風の音、波の音でどんなに叫んでも騒音にならないと思って、もうすごい叫んでも声を枯らすぐらい。なるほど、すごいですね。どっか九十九里かなんかですか。あ、そうです、そうです、うん、あ、そうです、ね、九十九里じゃない、え、違う、江ノ島の方です。あ、江ノ島の方なんだ。九十九里も候補にあったんですよね。そうだよね、だって千葉だもん。そうですね、うん、感じで。なるほど、はい、そうですか。本当に暴風でしたね。制服もじゃあガチの制服で。制服、うん、あれ衣装じゃなかったっけ。制服、制服じゃないですよ。あ、制服に見えた一瞬。あ、本当ですか、うん、衣装ですよ。あ、はい、それか、それか、ずっとこれです。それでしたか。ずっとこれです。教室で、教室で部分的に映る場面を見てるとなんか制服に見えちゃいますよね。あ、うん、確かに。でもこう黒だからこう横からとかだったら確かにブレザーとか。なるほど、あれに見えるかも。そっか、制服着てやらなかったんですね。着てもよかったかもですね、うん、学校の教室のシーンだけ。そうです ね、 ねえ、じゃあ第2弾できた時はぜひ、ね、次の曲の MV はガチの制服でぜひお願いしたいところですね。あ、そっち。はい、まあなんかね、せっかくだから衣装という感じでね、はい、見えるからね、 今着ないとね、もう二度と着れませんからね。ですね、うん、学校の外で着てるとちょっと痛い感じになりますけども、学校の中で着るとね違和感なく。この前着ちゃったんですけど、うん、制服。え、どこで。この前友達と制服でディズニー行ったんですよ。あ、そうなんですね。成人式終わった後に。なるほど。次の日に行ってきて、そういうの、まあ、最後、それが最後の制服でしたけどね。そういうの TikTok 上げるといいんじゃないですか。わかんないけど、あ、はい、あ、でもちょっとなんか制服映っちゃうとあれじゃないですか。いや、なんか、あ、これどこどことかなっちゃったらダメじゃないですか。学校的にまずいんですね、それは。そう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 。なるほど、いろいろとね、制服もあるのかな。そうなんですよ、はい、そう、制服に合うような曲作らないといけなくなっちゃう。そうですよ、ね、そうですね。なんかちょっと甘酸っぱい感じの学生まあでも学生時代に書いた歌も結構、はい、うん、
出してないであるんでね。あ、そうですか。なんか大丈夫ですか石黒さんの、うん、何がすごいなんか何なんか来ちゃってますけど。あ、ピッポピッポで、ね、お迎えにピッピさんお迎えに来ましたね。お迎えしてますね、はい、逃げなきゃまあでもぜひねそういうのがあったら僕の方もねあのなんかいろいろとね撮影とかもお手伝いできますよ、はい、あ、そうですね、はい、はい、ということで、ね、あのアーシャは撮っていただいたので。あ、そうですね、アーシャもねあのそのピッピッピと光を放つピッピさんがね素晴らしい、素晴らしいですよね。ドンキで買ってお迎えなんです。そう、素晴らしいですよね、うん、なかなか素晴らしいですね。本当に綺麗に撮ってもらったと思います。はい、ということでこちらもね、あ、ラブソング期待、いいね、ラブソング作っていく。そうですね、やっぱ女性やっぱり 今だからこそ歌える曲ってあるじゃないですか。ある程度も年齢を重ねちゃうとなんか嘘くさくなっちゃうけど、今だからみずみずしく歌えるとかですね。なんかそういうのもぜひ期待したいところですね。ありますよ、ありますよ。ありますか出てきますよ、はい、そうですか。じゃあ、はい、次回もね新曲どんどん作っていただいて、 MV をどんどん作っていただいて、そして TikTok でも暴れていただいて、ピッピさん今年いい1年になるといいですね。そうですね、駆け抜けていきます。あ、駆け抜けていきますか。はい、あ、バレンタインソングいいですね。ね、あ、バレンタインソング、はい、いいね。ぜひあの僕に捧げる曲を一曲。なぜならですね。あ、そうですね。はい、あのバレンタインで生まれなんで、はい。はい、あ、そうなんですか。はい、あら、そうなんですね。そうです。私の友達にもバレンタイン生まれの方いますよ。あ、いますか。すごい、二人目だ、人生で出会った。あ、僕以外にはね、あのジュジュさんがバレンタインで生まれなんで。あ、そうなんですね。はい、すごい。どんどん増やしていきたいですね。なんかいいですね。うん。増やしていきましょう。はい、じゃあバレンタインに石黒さんに注ぐ。注ぐ？曲ということで。注ぐの？何を注ぐの？怖いな。友達にホワイトデー生まれの子。あ、ホワイトデー、ホワイトデーも聞かないですね。でもなんかホワイトデーにプレゼントもらって、まあでもね、こんだけお返しでもないのみたいな感じ。こんだけいるとあのイブ生まれの友達とかいましたよ。あ、そうですね、いますね。なかなか残酷な誕生日ですけどもね。ピッピさんはいつですか。私は4月の7日ですね。4月ちょうど2ヶ月後ですね。あ、いいですね。はい、4月7日。してください。はい、4月7日誕生日だったそうです。皆さんもね、ぜひ誕生日プレゼント。4月7日何の日？何の日？うん、基本入学式とかじゃないですか。あ、入学式っぽいね、その日付。そう、うん、いや、そうだから私結構やっぱ学生の間はあのこうクラス替えとか入学式とかだともう何ですか、その日か、まあ、ちょっと後とかなんで。うん、はい、ギリギリ祝ってもらえなかったり、春休みだったりみたいな。一人だけお姉さんみたいな感じだよね。あー、でもそうなりますね。一人だけ一学年上。まあ、でももっと早い子いますけどね、全然周りに。います？4月だって2から7。あ、全然いますよ。ですよね。うん。あ、友達で4月1日生まれの子いて、彼はギリギリ早生まれなんで。そうですよね、うん、でしたけどね。まあ、なんか選べるとかいうあれも。あ、選べるんですか。ここなんかどっちにか、うん、あの生まれた時に親御さんのあれですけど。あ、そっかそっか、親御ね、そうそう。女の子目線バージョンと男の目線バージョンもできますね、うん、バレンタインとホワイト、ね、確かにいいですね。アンサーソングみたいな感じで。確かに、うん、そういうのいいですね。そうですよね、あのひな祭りと、なんて男 の子供の日の間のお釜の日みたいな感じで、ね、その真ん中のバージョンもぜひそれいるかな。それいらない。いるかな。まあまあまあ、こういう時代ですからね、うん、意外と需要ある可能性もあります、ね、そうですよ、はい、お釜の日っていうのは失礼ですね。あのどちらとも言えない人の日。そうですね、まあ、ジェンダーな感じで。そう、ジェンダーフリーの日。あ、いいですね、4月4日じゃないですか。うんうん、ね、4月4日に捧げる自分の誕生日の近くなんで、ね、ぜひそちらもね、あの、いいじゃないですか。はい、いろんなバージョンのね新曲どんどん書いていただきたいですね。はい、さあ、ということでピッピと MV を見ようの巻。はい、ツイキャスで見てる方はね、はい、フルで見れたと思うんですが、はい、YouTube で見てる方はね、
この後続きを見たかったらピッピさんのページ、YouTube チャンネルに飛んでいっていただいてそちらで見ていただけたらと思います。 URL もあの後で入れときますね。はい、お願いします。 Twitter もフォローよろしく。はい、ということで、あ、そうだそうだ、ピッピさんもね、一応今日時間、後ろの時間があるので、あ、いい、ぼちぼちね切らないといけない。自分の目線と豆を投げられる気持ち豆面白いですね。それはじゃあ私ちょっとみんなに豆を投げてもらって、その気持ちを歌にしますね、来年は。なるほど、そうですか。はい、あ、じゃあ、しののめの URL を入れときますので皆さん、あ、はい、はい、よろしく、ね、お願いします。ぜひ見てください。はい、ということで、じゃあキュレーションここまで、ピッピと MV を見ようの巻でした。ありがとうございました。巻でした。はい、ありがとうございます。はい、ではこのままエンディングトークいきましょう。今日はね、久々のピッピさん、はい、生収録、公開収録だったんですけど、いかがでしたでしょうか。はい、いやー、楽しかったですね。やっぱり聴いてくれる方が、いてくれると、歌いがいがあるというか、はい。いいなって思いましたので。収録とはまた違った感じです、ね。そうですね。こうやっぱ、こう、対面じゃないですけど、こうリアルタイムで、会話できたりとかって、本当に、うん、歌い手としてはとても嬉しいことなんですよね。はい。なるほど。はい、まあ、ハプニングもありつつですけどもね。そうですね、うん、こんな感じでやってますので、私はいつもこんな感じです個人チャンネルの個人のツイキャスの、はい、このピッピのアカウントでも、まあ、ちょっと昔結構やってたんですけど、まあ、時間のある時にちょっと雑談したりとか弾き語ったりとかやりたいと思うので、そちらもぜひよろしくお願いします。最近ということでツイキャスとかはやってます？いや、できてないですね。忙しい？そうですね、うん、そうですか。こピッピアンダーバーメルバですかね。ピッピアンダーバーメルバ、ピッピッピアンダーバーですね。はい、こちらから飛んでいっていただければ、はい、YouTube の方ね、はい、URL なんかも飛んでいけると思うんで、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ではピッピさんもね、本当に長時間ありがとうございました。いえいえ、はい、皆様もなんか最後に一言、最初からいてくれた方とかありがとうございます。言い残すことなんかあったら。そうですね、告知とか。はい、みんな、あ、お疲れ様です。しょうちゃんありがとう、さっくんありがとう、あおいちゃんありがとう、たんたんありがとう、みっさんありがとうございます。コメントしてくれた方と、結構聞いてくれてた方と、ね、最初からずっといてくれた方、1時間半くらいだったんですけど、お付き合いいただきありがとうございました。また、ちょっと忘れられない間に、定期的に歌っていきたいと思うので。そうですよ。ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ピピさんもね、時間が空いたら、いつでもキャスラボを大歓迎します。今日みたいにね、告知兼ねてみたいな感じだったんですけれども。はい、そうですね。告知ない時でも全然、はい、普段な感じで。そうですね。はい、じゃあ、その制服を着た感じの、高校生ピッピっていうキャルキュレーションをぜひ期待したいところですね。高校生なんか薄いですけどね中学生は面白かったけど、はい、まあ確かに中学生ピッピっていうね、回があったんですよ。中学生ピッピの巻きが、ね、なんかちょっとなんだっけ、ちょっと意味わかんないですけどね三つ編みにしてたから中学生ピッピっていうね。あ、そうですっけ。なんか中学校の時代の話しましたよね、それで。そうですね、うん、はい、ということでね、今日のキュレーション盛り上がりました。はい、では最後に、はい、ありがとうございます。またね、呪文を唱えて締めたいと思います。はい、はい、長時間ありがとうございました。皆さんもね、たくさんコメントありがとうございました。お疲れ様でした。この模様は、また収録した模様は YouTube の方でプレミア公開していきますので、はい、そのタイミングもぜひ皆さん告知を気にしてみてください。はい、春雨さん、はい、ありがとうございました。ルイさんも、タンタさんもね、葵さんもたくさん、桜餅さんもたくさん、はい、皆さんありがとうございました。しょうちゃんさんもありがとうございました。ありがとうございます。では最後、呪文を唱えて番組締めたいと思います。はい、はい、では、キャスラボと言っていただいて、僕はオンラインと言います。最後には地名を叫んで、はい、皆さんも地名を叫んで終わりたいと思います。はい、ではお願いします。どうぞ。キャスラボオンライン。
千葉、東京、東京。お疲れ様でした。ピッピさん、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。じゃあ、手を振ってお別れしましょう。皆さんも長時間ありがとうございました。チャンネル登録、通知登録とかお願いします。あ、愛媛の人いる。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。おやすみなさい。今日も見守ってくれてるかな。春は混んできたよと教えてくれる鳥の声にいつものようにペコッと閉じした Knock on head 小さな起こないから幸せはきっとめくってくれ